三国伝記は、室町時代に成立した、説話集。著者、戦者は宗、玄根、十二巻。インド、中国、日本の三国にわたる説話集である。仏教説話を大半が占める。8月17日の夜に、京都の清水寺に参掲した、天竺のボンゴボー大民の菅首郎、大見の和阿弥の三人が、交代で、それぞれの国について、 物語をするというもの。それぞれ本曰惑、勘惑、和惑で説話が始まる形式で、各国百二十話、合計三百六十話を収録している。太平記巻十五の北の艶物語に習った形式とみられる。成立年は定かではないものの、欧米十四年以降であると考えられている。なお、美保勘王要略録、星新集、古事談、長谷寺霊元記、 社席集、三能礼元気、大兵器などと同文に近いため、関連性が指摘されている。三国電機ひらがな本シニアハット、三国電機、巻10国立国会図書館デジタルコレクション、d シリトル l i t l n d l g o j p 2020年11月27日閲覧。三国電機 J ステージハット、三国電機、ウェブ版新三条度集大辞典。 2020年11月27日閲覧。ありがとうございます。